タイに来た理由、そうですね、まあ自分に足りないものがあったんで、それを身につけるため、そして、まあ、純粋に強くなりたいというのがあってきました、はい。練習のことはあまり言えないですね、はい。まあ、そうですね、効果はすごく感じてます。引き出しが増えたのもありますし、もちろん欠点もなくなってきて、まあ、今まで以上に、まあ、隙がないスタイルになってきたんじゃないかなと思います。まあ、全然問題なく、ダウンも取ったし、まあ、3ラウンドで、まあ、ローブローって言われてしまいましたけど、僕の中ではもうあそこで終わってるぐらい、しっかりとどめを刺したと思ってるぐらい、いいの入れてしっかりダメージを与えられたと思います。はい、試合自体はまあ、完勝だったんじゃないかなと思います。そう思う一方、なんか自分に足りないものというか、何か狂っているなっていうのをすごく感じて、あの試合の後にもうすぐ行こうと思いましたね。ここに来て、その自分の狂っているもの、何か狂っていたもの、自分に足りないもの、それをここでしっかりトレーニングして、はい。まあ、でもいい練習できました。はい。この大会で浦部宏隆選手2度目のタイトル防衛戦が決定いたしました。挑戦者ですが、今回は中国からの選手の参戦となります。ジュアン・シューソン選手、よくわかんないですけど、KO で勝つ自信もあります。はい。まあ、今回しっかりトレーニングしてきたことを、まあ、どういう形で見せられるかっていうのが、まあ、一つのテーマでもありますね。はい。僕の試合は間違いないと思いますよ。はい。まあ、皆さんしっかり目離さず見てもらいたいですね。はい。